方は経済的自由でお金の自由でね、経済活動が完全に自由になってしまってる、うん、どこ行って今の大きなあの企業大企業がそういう別のところ場所に、ね、かけていってもいいし、経済活動は自由になった、うん、そうするとある場所はどん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 経済的に調子が悪くなる、でそうするとそこで当然人々はみんな不満を持ちますから、うん、その不満を政府にぶつける、でそうすると、まあ、この間のフランスもそうだけども、フランスでもEU 統合派のサルコジが負けて、うん、それで、まあ、オランダが勝ちましたけれども、一番票を伸ばしたのは極右と極左なんですよね、うん、で極右と極左両方とも反 EU なんです、うん、EU の中でフランスはうまくいかないというふうに言ってる、そうですね、そういうところに結局票が集まるようになってくるから、うん、民主主義の方からすると EU 解体の方向に動いてしまって、自由主義の方からすると EU は結構だっていう話になってしまうという、人間はねそう簡単に移動できないっていう、これがねものすごく僕は大事なことでね、もちろん一部は移動できるのよ、例えばインテリとかね、かなり高度の技術を持っているエンジニアたちはね、イタリアからどこでもどうしてもどこでも行ける、逆にね本当の最貧層ね、ともかくね空役あるのね人間たちは本当にさ、バッグ一つで、なんか子供連れながら深夜急行に乗ってね、ドイツにさ何のあてもなくたどり着くというね、例えて言えばですよ、ギリシャの路上で飢え死にするよりかまだしもね、ドイツに入って路上で飢えてた方がひょっとしたら救われてね、救急車で救われて病院に運んでもらえるんじゃないかみたいな、そういう最貧層も簡単に移動するの、ところがね普通の人はね、そのインテリどもが考えるほどね、いくらヨーロッパ行きないでも移動しないんですよ、これ生活すればすぐ分かるんですけど、例えばイギリスでねイタリア語言ったってほとんどのイギリス人分からない、逆も逆なんですよ、なんか語源をね言葉の源を同じくすると言ったって、それはあくまで抽象的な言葉の構造であってね、具体の生活や日常レベルまで来たらね、もう全然ドイツ語なんてもイタリアで通じない、逆は逆ってことになっちゃってる、そうするとね人はねいくら低賃金になって倒産して必要が増えてもね移動できない、ましてや家族を引き連れて移動できないっていうね、資本は勝手に動く、金は動くね、情報も動くけどね、肝心要の人間の移動性は制限されてるってことを、簡単に言うとエコノミストどもがね、どもって言いたいな、やっぱり非常に過小評価したんですよね、人間も高い賃金を求めて人間は移動するでしょうとかね、っていうような調子でもってね、それでだからマーケットに放っておけば次第にヨーロッパ全体がこうなんていうの平準化するでしょうと、貧富の差がね市場のおかげでっていうぐらいのね、でも条件はねやっぱりその人間は移動できないっていうね、そうですね、それは大きいですね、それとやはりもう一つ今回のね危機が非常に